はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日から1100万祭り始まったというわけで、今日から2週間弱ですね、楽しんでいこうかなっていうふうに思っているんですけども、初日運営さんがかましてくれたね。お知らせが更新されておりまして、今回のキャンペーンの特設サイトがオープンしておりまして、ここに行ったら選抜チケットがもらえるっていう感じなんです。これ何かっていうと、1000万ダウンロードの年末からやってる人はもうすでに1枚持っていると思うんですけども、このガチャが、まあ言うたら10連無料で引けるという選抜チケット、ガチャチケット、これなんですよね。これまあ、あの煉獄さんとか、あと僕が普段使ってるムザリンとか、あとまあジョジョとかね、まあその辺のキャラたちが当たるかもしれないという、まあ10連無料のガチャチケット、しかもこっちに関しては星5が確定になっております。まあだからぜひともあの特設サイト行ってほしいなというふうに思っているんですけども、それともう一つやばすぎる内容があるんで、まあ行こうかなっていうふうに思っております。特設サイト、行きまして、マジで激アツ、これ絶対全員にやってほしいなと思うんですけども、なんかね、あの上に広告みたいなのが流れてて、これ結構かっこよくてね、まあこれ見てて、あともう5年ぐらい過ぎると思うんですけども、まあ選抜ガチャ開催とかで、ここタップしてプレゼント券、ここをタップしたらあの受け取れるんで、ぜひとも受け取ってください。んでもってリツイートキャンペーン、2月ぜひ今日から21日、まあ約1週間の間、フォロー&リツイートで100万円相当のルビーをプレゼントというわけで、抽選で3名様に100万円相当のルビーが当たるという、まあ、ジャンボ宝くじですわ。これは公式さんのツイッターで行われているキャンペーンなんで、これはぜひとも、やった方がいいんじゃない。公式のツイッターね、こんな感じでたびたびこういう超お得なキャンペーンやったはるんで、まあ、フォロー絶対にしておいた方がいいんじゃないかなと思います。あと、僕のツイッター概要欄に貼ってるんで、フォロー。じゃあ、そんで、僕が一番思うクソ激アツな内容は、この下、にあるんですけども、こちら限界を超えろタップチャレンジというわけで、なんかねゲームみたいなのがあるんですよね。これにチャレンジしたらなんかいろいろ報酬がもらえるっていう風に書いてあるんですけども、一番左の報酬0から15回これご覧なさいよ、選抜記念キャラ確定チケット、これやばない？このガチャチケ何かっていうと、まあ、詳しくは書いてないんで僕の憶測なんですけども、おそらく先ほどの選抜ガチャチケットと、まあ、一緒のようなもんなんですけども、その、まあ、選抜されている記念キャラが絶対1体当たる。ということはつまり、ユーザーから選ばれたクソ最強な記念キャラが 100% もらえるというガチャチケに僕はなっていると思うんですよね。これやばない？そんでその他にもルビー500個とか、今回の1100万ダウンロード大感謝祭チケットとかももらえまして、これはちょっとクソ激アツ、これぜひとも皆さんやってください。まあ僕も、まだやったことがない、これちょっとやってみようかなと思います。遊び方を確認しておきますと、スタートを押してから10秒間で4つのボタンのうちランダムに光るボタンをタップしようと、自分の記録をツイートでシェアして豪華報酬をゲットというわけで、ああなるほど、あの反射神経的な感じが、こういうのなんかあのラウアンとかにあるやんな。で、各報酬に挑戦できるというわけやから、まあちょっとやってみましょうか、チャレンジする。僕ね、反射神経に関してはわりかし自信があるんですよね。頑張っていこうかなっていうふうに思っておりました。ちょっとガチるわ。いきます。はい。2、1、よし。お、よーこれ36回って、36回ってどうなんかな。あ、ランキングを確認する。ちょっと待って。おお1位の人、やば !90 回えぐじゃあちょっと、ツイッターシェアで報酬、これちょっとやってみましょうか。というわけで、これツイートしていきまして、これで、大感謝チケットがもらえる、報酬をゲット。という感じの、お、もういきなり今日もらえるんや。あ、マジで？これやば！
あ、そうなん。じゃあささっきの選抜記念確定とルビー500個も今もらえるっていうこと。なるほどな。これちょっとどういう風に受け取るかっていうのもね、まあぜひとも皆さんに見せていきたいので、こっからちょっとノーカットでやっていこうかなっていう風に思っているんですけども、このログインしてまあお知らせが出ますよね。そのお知らせを閉じたらもらえます。ここを閉じたら、はい、こんな感じで大感謝チケットがもらえます。えぐっ。ちょっとこの辺のガチャはね、また動画後で出すんでお楽しみにっていう感じなんですけども、次もうもちろんのごとく、もちろんのごとく両方ともそりゃね、ここで終わるやつどこにおんねんマジで、やっていこうかなっていうふうに思っております。今さっき31回以上出したんで、次は、1回から15回を目指してやったらええんかな、これはおそらく、スタートで、これはわざと、1回から15回に抑える、まあラッキーセブンなんで7回にしましょうか。1、2、3、4、5、6、7、はい、これで、おそらく報酬、まあ、ツイッターシェアでこれまた、もう1回ツイートしまして、はい、報酬ゲット、選抜記念確定ガチャチケありがとうございます。でこんな感じでもらえへん場合は一旦戻っていただいて、このタイトル画面に戻ってもらって、もう一回ログインしたら、報酬がもらえますっていう流れになっておる。でこれでやんな、記念確定って、そうやんな、絶対に。ちょっと待ってくれ、それえぐないか。まあ確認してみましょうか、どんなガチャチケなんかっていうの。ちょ、お茶飲むわ。お茶浴びていきまして、ちょっとログインが長いんですけども、早くしてほしいことまっことなんですけども、いかほどかという状況で、あ、いいねいいね。まあね、皆さんもアクセス集中してんのかな、いいことですわこれは。はい、記念キャラ確定チケットがもらえました。あ、もうこっからいきなり、おおえぐ、これマジでえぐいわ。これはちょっと後で動画で引いていこうかなっていう風に思っております。選抜ガチャチケットも2枚あるんで、それも合わせて、後で動画引こうかなっていう風に思っております。お次ルビー500個、これもぜひとももらっていこうかな。ちょっとタブが多いんですけど、止まっていこうかなっていう風に思っているんですけども、16回から30回っていうことなんで、まあ現在のタップ数上に出てるんで、まあ、これを目指して頑張っていこうかな、まあ、20回ぐらいは目指していこうかなっていうふうに思っております。はい、これで20回達成したんで、ルビー500個がもらえる。これ1個ずつやらないといけないっていうのが重要なことなんで、ぜひともこれ皆さん、気をつけてやってくださいっていう感じです。はい、でこれでもう1回ジャンプ値開きまして、これでまたもらえるっていう感じです。さあ、というわけでルビー500個も送られてきまして、無事に全部ゲットすることができました。ありがとうございます。というわけで、これはもうぜひとも皆さん、もう今すぐやりましょう。